こういう形で、まあ、ハイブリッド的なことを相変わらず中国は仕掛けてるってことを認識した後にですね次のあとにこの島が大事なんですが、はい、石垣島ですとがありましたと。これが、ねはい えー、これをちょっと皆さん、これに関連するというわけではないんですけど、一、うん、つ気になる動きがありました、ね、これは見逃せないなと思いますあの、一部でも報道はもちろんされてるんですけど、この石垣島で、ですね今回、まあ、石垣島、ちょっとすみません、どこにあるかっていうのを、まあ、もう一回確認しましょうか地、はいはい、地図をちょっと出していただきましょう、<laughs> えーまあ、この地図を見ていただければ分かるんですけど。 沖縄本島よりも台湾よりですからね、これ、相当かなり沖縄県ですけど、そうです、その隣にあるのが西表島、西表島の方がちょっとね、大きく見えますね、西表島は自然を残す方に注力してるので、開発するのは石垣島の方を開発して、空港を作ったり、ホテル作ったりとかで、西表島の方はあんまりね、作らないようにして。 残す方この石垣島なんですけど、まあ、非常にいいところですよね、和田さんも何度も行かれたことがあると思うんですけど、うんはい、ここの港湾施設に、これ、初めて米軍が、はい、まあ一応、演習っていうところもあって、うんえー、入ってくると、うん、行った時にですねなんと、えー、沖合に停泊していたアメリカのイージス艦ですね。はい はいえー、これ、13日まで停泊してたということなんですよね、それに対して、えー、公安労働組合がストライキをしてて、はいえー、そこにあの中で働かないということになったんですよ、うん、でストライキって何かというと、まあ、一応、合法的な、えー、労働者側が持っている権利として、はい、そのわざと休むというか、うんえー、物事やらないっていう。 一つのこれはあの労働者の権利ではあるんですけど、民主主義国であるがゆえにオッケーはオッケーなんですけど、要は米軍のイージス艦が来るんだったら、はい、俺たち受け入れないよという態度をしちゃったということですよね。はい、ねアメリカ海軍のこれイージス艦ラファエルペラルタですね。はい、はいえー、3月11日の午前に石垣島に、はい、帰港しました。うん、でそ、そこで、えー、まああのいわゆる あの少し離れた沖合で停泊してたんですけど、うん、それに対してわれわれはもう、公安労働者としては、うん、アメリカ海軍、まあ、アメリカがそのわざわざこっちに来るっていうのは、我慢ならんと、うん、これ、戦争を起こす、えー、一つのきっかけだみたいなことを言って、ですね、うん、あえてストをする。左翼って必ずそう言いますよね、<laughs> なんか基地を作ると攻撃されると。はははい、はい、はい,はい、はい、で、あのー、オスプレイがあると狙われるとか、<laughs> ミサイルがあると狙われるああそうですね、そうですね。<で>はい 狙ってる国が一番悪いでしょう、ね、そうです、そうです、でそれにはそこはいかないんですこれは僕あの、本の中でも,もう何度も書いた話なんですけど、はい、でこれ、えっと、石垣島でこれストライキを行っていたのは、ですね、うん、全日本公安労働組合、うん、沖縄地方本部ということです、はい、であの11日から13日まで停泊してた沖、沖合で停泊してたんですけど、13日に離れた途端に、また普通にあの始まったんですけど、うん、公安作業始めたんですけど、そのですね。はいその間に やっぱり石垣ってどうしても離島なんで、あの物資のをやっぱ船で運んでくるんですけど、入ってこらないという状況になりましてです、ね、えっと、まあ島の内部も少し物資が少し滞ったりして、いろいろ大変だったと。 いうことになりますよね。はいで貨物船が接岸する。例では早速船からコンテナに上げするので、急ピッチで作業がということになって。まあ一応その解除を受けてですね。うん、島の生活がまあ元に戻ったということなんですけど、これ皆さんこれ見てどう思いますか？って話ですよ。はい、あの、この一番大事な時にね。はい、鬼門島も危ないという時に、はい、同じタイミングでですね。アメリカ軍は？うん 日本の離島を守らなきゃいけないと思ってくれてるわけですよ。で、日本も政府も離島は守らなきゃいけないと思ってるわけですよ。うん、だから OK も出してるわけですよ。はい、にもかかわらず、この現場の人間が、はい。まあ、まあ、公安労働者ですよね、労働団体。組合ですよね。と、はい、いうことですね。で、まあ、実際に僕はあのその公安あの労働組合ですか。うん、はい。あの方、えー、にと、一応行きますとですね、例えば、うん、えー 結構 PDF で自分たちのなんかこう、こういうことをやりましたみたいな、こう、声明文とかいろいろ出てるんですね。うんはい、そのうちで、やっぱ一つこういうことが書かれております。これ、新年の挨拶の部分なんですけど、えー、こういう中央執行委員会の委員長という方がですね、うん、新年の挨拶でこういうこと書いております。えー、報道はウクライナ、これ去年の話なんですまあ今年の1月なんですけど、報道はウクライナ中心から中東情勢に変わり、連日一般市民が血まみれになって逃げ惑う映像が伝えられていますと。複雑で悲しい気持ちにならざるを得ません。まあまあ、これは分かる ありますよね、でそのあと、国内においては6月に去年6月ですね、2023年の6月に沖縄県石垣港の近接地に PAC3 の配備が強行されましたと、うん、沖縄地方本部の抗議、えー、戦いにより、えー、港湾地区からは若干移動されたものの沖縄防衛局防衛省はいまだに明確な説明ができていませんと。 いうことを言ってます岸田首相は防衛費を倍増する政策を強行しています、戦争する国、戦争ができる国へと突き進んでいますっていう形で、うん、労働組合としてのそのイデオロギーがもう結構前面に出てると、はい、いうことになりますよ、ね、これは危ないですね。という状況なんです、ね、こういう状況なんで、スト、はい、やるよとか、はい、まあやれちゃうというか、これはね、民主主義国家としては、ちょっとマイナスですね。うんうん マイナスというか、まあ、<や>労働者の権利なんで。労働者の権利だから、はい、本当は。はい、あのー、尊重しなきゃいけないんですけど。ほら、プーチンとかだと、こんなのすぐぶっ潰すじゃないですか。<laughs> いやいやいや。独裁国家。まあまあまあ、ね、そ,そもそもそうう中国共産党だって、ぶっ潰すじゃないですか。やっぱ、ちょっと、これね、あのー。 どうにもこうにもならならいですよねこれは一種、本人たちこれ僕、分かんないですよ、<はい S 2> 本当に分かんないんですけど、<うん S 2> 彼らがどこまでその中国側とこうしてるかどうか分かりません、連絡取ってるか分からないんですけど、こういうタイミングで米軍入ってくる,るなってことをやるっていうのは、非常にこれ、一種警戒すべきことなんじゃないかなと、僕は別に、ストやるなとは言わないですよ。たただここれれ将来的に見たらこれ いざとなった時に、これ、ストやるの危ないぜっていう話、ね、そうですねであの、クーデター入門の、えーまあ、ルートワークの音声講座とかも聞かれたこと方はあの、お分かりだと思うんですけど、ストって、一番こういう軍事作戦およびクーデターとかやる時の一番の障害です、はい、社会機能がそもそもあの動いてないっていう時に、まに、あ、すみません、僕、クーデターやる側の立場で言ってますよ、はい、クーデターやる時にストやられると。 すすごいい難しんでよ動いてないから社会機能が動いてないっていうなんか立場的におかしいですね僕言ってるのはクーデターやる側っていうだから逆にクーデターを防ぐには一番いいのはストやればいいっていう話にもなるんですけど公安関係者ってって俺関係者ちょっとね組合の中で一番ややこしいんですよそれ横浜の話してるんですか横浜だけあのね 菅さんが総理になって、はいはい、すごく、あのー、ちょっと言うこと聞かなくなったみたいな感じで言ってるけども、<ー> <laughs> いやいやいや、それって、あなたが、あのー、カジノにかめなくなったからでしょうお、おっときた、その話ですか。で、もうそう逆の,あのカジノ反対にがっと、ね、反対いって、菅さんの、はいまあ、政権が終わったわけですよ、あの横浜市長選で、まあ、逆あ逆 逆になっちゃったから、で、今。<laughs> 公安の、うん、まあ、グループが、結局、左派、はい、左派政権、うん、横浜市の。はい。 あのになっちゃってるわけですね。なるほどね。はい。はい、で、あの市長何にもしないですよ。はい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 。<laughs> <laughs> ということなので、はい、あの非常にこれは懸念すべきあの事態であると。うん、これおそらく中国側も、えー、中国側か北朝鮮かロシアがわからないですけど、うん、やっぱりその日本敵対勢力側からすると非常に都合のいいことをやってくれたというふうに、うん、あの見てると思います。はい、アメリカの大戦略と新フォースターニング。なぜ今この米中転 なのかということでありますと、まあ、この「シーン・フォース・ターニング」「フォース・ターニング・イズ・ヒアー」っていう本が出たんですけどそれの解説をね,ねさせていただいたりする部分もあるんですが、はいまあ、とにかく、あのー、20年ごとに、うんえー、80年今、はい、4回、あのーまあ、春夏秋冬があって今ちょうど冬だとでガラガラポンが起こりますよという厳しい時代で、はい、ということで、うん、ちょっとまあ準備しましょうということで、うん、まあ知識を入れて、えー、心と体を。 準備していきましょうということで、えー、役立てていただけたらと思っていますアメリカの戦略書を解説させてていいただいてあります特に、えー、と米中に向かっていくアメリカの,その戦略図みたいなものが、はいまあ、明確に見て取れるのでそれに関する本と論文を解説したと、はい、それから、まああのー、やっぱ構造変化が起きています、今もうインフレがあったりとかあとまあ気候変動なのか。 えーまあ、食物がちょっと危機になったりとかいろいろありますんで、うん、まあそういったものも理解しながらですね、はいうん、やっぱ冬の時代って恐ろしいなということをちょっと、はい、頭を切り替えて、ねはい、いただきたいなとというところですかね、はい、あと、まあ、アメリカの一極体制がどうしてもやっぱり相対的にアメリカ自体は強くはなってるんですけど他の国も伸びてるんで、はい、やっぱりその相対的にアメリカ一極で世界を。まあ えー、支配してた流れがやっぱどうしても落ちてきて,て、うんはいて地域覇権を取ろうとする、まあ、挑戦する大国が出てきているというそれに対して我々はその大きな構造の変化にあるというのを知らないじゃないですかその辺をしっかり認知してもらおうというのが一つのねいですねあとまあ構造変化っていうのは明治迎えたね幕末から明治維新とか。はい 大臣大戦から戦後復興という形で我々の人生で言えば一回きりのガラガラポンの危機だけどチャンスでもあるあ<ー>人生80年平均寿命で言えば80年じゃないですかはい、はい、80年に一回のガラガラポンというのが、まあ、今来ましたよという。なのので人生に一回きりの、うん チャンスと危機はチャンスじゃないですよ <laughs> <ー>、はい。ということで役立てていただけたらと思っております。はい、今日らまさしの戦略ラボというのも始まりました。普段からニュースでこういうニュースがあってこれってこういうことだよねというふうなやりとりとかをちょっと、まあこの中でやっていって普段から戦略に触れていってほしいなということで、うん、え始めております。はい